西部軍管区は、ロシア連邦軍の西部における軍管区。大統領令、ナンバーワ百144に基づき、従来のモスクワ軍管区、レニングラード軍管区、北方艦隊、バルト艦隊を統合して2010年9月20日に発足した。司令部は、サンクトペテルブルクに所在する。西部軍管区には、統合運用家の一環として、作戦、 戦略司令部としての資格が与えられており、域内の陸海空軍部隊を軍管区司令官が指揮する権限を持つ。また、域内の準軍事組織に対しても指揮権は及ぶ。2014年12月1日には、北極方面の防衛強化のため北方艦隊が新たに大阪とされそれまで西部軍管区に所属していた戦力の一部を統一指揮することとなった。 西部軍管区の領域陸軍第1新鋭戦車軍、第6諸兵化連合軍、第20新鋭諸兵化連合軍軍管区、直轄部隊海軍ワルト艦隊海軍不評、沿岸防衛部隊空挺軍西部軍管区司令部、サンクトペテルブルク旧参謀本部ビル西部、軍管区司令部と、宮殿広場急速に、北極の防衛強化を進めるロシアあくまでも、 既存の兵力の更新を主張ウェジ・インフィニティ2014年12月19日。ありがとうございます。